トスさんの愛称で親しまれた選手、中西太。52年に西鉄へ入団すると、開幕から7番サードに抜擢され活躍。ランニングホームランでプロ初本塁打を記録し、同年は新人王を獲得したよ。53年にはトリプルスリーを史上最年少で達成。そしてベストナインに選出されたよ。中西をはじめとする強力打線は優先形打線と呼ばれ、54年に球団初のリーグ優勝を飾るよ。55年には首位打者を獲得。また56年まで4年連続本塁打王を獲得。58年には首位打者を獲得し、日本シリーズでは、第5戦から3試合連続本塁打を放ち日本一に貢献。しかしその後は怪我に悩まされ、62年からは選手兼任監督に就任。63年には監督に就任して初のリーグ優勝を達成。その後69年に退任するまで選手としても出場。74年には75年まで日本ハムの初代監督に就任したが、2年連続再開で解任。80年途中に阪神の監督へ昇格し、81年は3位になるも同年に退任。リーグ優勝は果たせなかったよ。ご視聴ありがとうございました。